ね。しまった。デボール。行くぞ。ダメか。私に手向かうなど無駄だ、ドールナイツ。この城は全てこのデボールの魔力に包まれている。お前たちにはどうすることもできないのだ。ここはどこ？城の中です。下を見るな。お父さん、待ってて。リカ様、もう少しですよ。この部屋、ここにお父さんがいるの？お父さん、返事して。お父さん。リカ、リカ、お前なのかい？お父さん。リカ様、私にお任せください。ピエール様、今扉をお開けします。うん。お父さん、お父さん。リカ、心配かけてごめんよ。お父さん、元気でよかった。ピエール様、早く脱出しませんと。ああ、そうだね。もうどうしたんですか、スケアクロー様。静かに。おのれ、悪霊きよったか。スケークロー様。兄さん、今だ、駆け抜けろ。兄さん、大丈夫。兄さん、兄さん、しっかりしろ、ワーヤ。よくやった、助かったぞ。大丈夫、しっかりして、ワーヤさん。リカ様のためならとってことないです。よかった。後ろ、ギャー。こいつら中身は空っぽだぜ。デボールの魔力で操られているからの鎧だ。いくら倒しても。こうなったら逃げろ。こちら、どう抑えるんだ。おい、よりやつらを中に入れるな。このままじゃドアが壊されちゃいます。くそ。どうした、ドールナイツ。もう戦いは終わりか。やめなさい、デボール。お、御前様、ルイさん。お前までがのこのこやってきたか、デボール。八重さんの体から離れなさい。あなたにドールランドを支配することなどできません。黙れ。ドールランドは私のもの、このデボールのものとなるのだ。あなたにリカは渡しません。どうかな。頑張れ、頑張るんだ。今度は何だ。うわ、リカ。リカ、リカちゃん。リカ様、リカ様、リカ様。ド
リカは私のものとなったぞ。これでドールランドは永遠にこのデボールのものとなるのだ。なんと、なんということを。ドールランドの神、アル様。アル様、このままではドールランドは悪魔の国になってしまいます。アル様、リカをお守りください。アル様、アル様、このメロディーは、ダメだ、ピエール様、この曲はまだ未完成なんだ。うわ、入ってきた。人間ごときに何ができる。私に指一本触れることもできぬわ。ドールランドはこのデボールのもので。あの時、突然メロディーが浮かんだんです。白い袋が私の前に現れたんです。白い袋？アル様ですよ。アル？ピエール！オリエ！オリエ、心配をかけた。無事で、よかった。お母様、モリエってアル様にリカをお守りくださいってお願いしていたら突然ここへ。オリエ、アル様はあなたの願いをちゃんと叶えてくれたのですよ。あの曲はドールランドを救うためにアル様がピエールに授けてくださったものです。ここは八重さん、七重さん、八重さん、よかった、昔の八重さんに戻ったんですね。そうか、ドールランドはこのデボールの魔力で奪ってみせる。見ておれ。ドールナイツとリカちゃんの最後の戦い、そしてやってくる別れの日、スーパードールリカちゃん最終回、さよならリカちゃん、お楽しみに。リカちゃんをいじめる者は私たちドールナイツが許さない。